MLB、オリオールズ藤浪は、ロースターから外れる、転んで顎と右手負傷、8日、開幕のレンジャーズとの地区シリーズ。オリオールズの藤浪晋太郎投手が、7日、日本時間8日に開幕する、レンジャーズとの地区シリーズ、5回戦制のロースター、出場選手登録から外れた。6日、同7日、ブランドン・ハイド監督が明らかにした。ロースター入りの当落線上にいると思われた藤浪は同日、転んだ際に顎と右手を負傷。しかしキャッチボールを行うなど問題はなく、投げられる状態にはあるという。ハイド監督も、大したことはない。彼は大丈夫だと話したが、チームは藤浪をロースターから外し、投手12人で戦うことになった。やっぱり、そういう星の下に生まれたんだな。布袋寅泰とか、身長も2メートル超えてくると転ぶ人多いよね。W 杯見に行って風邪ひいたり、料理作って指切りって先発飛ばすやつよりかは1万倍マシ。リング欲しいな。ぬか喜びやったな。風呂場でこけたジャイアントババかよ。何をやっておるのじゃ。転んでなんかバグって請求よくならんかな。今シーズン終了かな。Y も前に自転車で転んでメンバーから外されたことあったわ。今年こんな終わり方か、成し遂げるにしろ散るにしろ、試合で派手にやってほしかった。重傷じゃなくてよかった、しっかり直して、ワールドシリーズは投げてくれよ。皆さんは、藤浪選手の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。